アメリカンショートヘアは猫の品種。17世紀にメイフラワー号でアメリカに上陸した猫の子孫とされる。飼いやすさから日本でも1990年代後半頃より流行し始め、現在ではごく一般的な猫の品種として定着した。アメ症という略称で呼ばれることも多い。中型で大きな足を持ち運動能力が高い。口の部分はほぼ四角い形をしており、 寒さ、湿気、及び表皮不祥からそれらを保護するために硬い毛皮を持つ。毛皮は冬に厚く、春に薄くなる。いずれも、同型のブリティッシュショートヘア種より体重が軽いのが特徴。ただし、容易に太る傾向があるため、健康管理に注意を払う必要がある。個体として、完全に成長するのは3から4歳頃だと考えられている。オスは、 メスよりも大きく、メスの顎は、しっかりしている。日本で一般的なシルバークラシックタビー以外にも、非常に多彩な色のバリエーションがある。目、手足の肉球、および鼻の色は、体の色にマッチしている。尻尾は先細り。毛の手入れはさほど必要なく、毛が生え変わる季節に、定期的なブラッシングをするだけで、問題なく毛玉の形成を防ぐことができる。 陽気で賢く好奇心旺盛。遊び好きで同居人と仲良く暮らすことが可能。狩りが得意だが明るく優しい気質で小さい子供の遊び相手にもなれる。10世紀ローマ人がヨーロピアンショートヘアをイギリスに持ち込み、ブリティッシュショートヘアへ名称変更。1620年名フラワー号により、アメリカ上陸後はドメスティックショートヘアへ名称変更。 1966年にアメリカンショートヘアとなった。ありがとうございます。